ずっと何かを探している。君の全然前世からも、これってもしかして俺たちは夢の中で入れ替わってる。男子の視線、スカート注意。てめえ三葉、俺の人間関係変えるなよ。あの女は、あんた今夢を見とるな。おかけになった電話は電波の届かない場所にいらっしゃる。何を、このままだと今夜みんな死ぬ。はあ、お姉ちゃん変やよ。どう思います、あいつの話。違う、夢じゃなかった。運命だとか未来とか、夢は目覚めればいつか消える。好きだったんだ私。お前はあの時、私あの時。大丈夫、まだきっと間に合う。ミサ、あの人の名前が思い出せない。これはお前が始めたことや。言おうと思ったんだ、お前が世界のどこにいても必ず会いに行くって。あの人は誰。忘れたくない人。忘れたくなかった人。忘れちゃダメな人。君の名前は。名前は切り抜いて。それはまるで夢の景色のように、ただひたすらに美しい眺めだった。あの日、星が降った日、それはまるで、まるで夢の景色のように美しい眺めだった。やっと目を覚ましたかい。放課後？悪い、俺今日これからバイト。もうこんな田舎やだよ、こんな人生やだ。来世は東京のイケメン男子にしてください。どこ？そういえばずっと変な夢を見てたような気がするんだけど、別の人の人生の夢？なんだこれ。なあ、これって、なあ、これってもしかして俺たちは夢の中で入れ替わってる？君の全然前世から僕は君を探し始めた。確かなことが一つだけある。私たちは会えば絶対すぐに分かる。言おうと思ったんだ、お前が世界のどこにいても必ず会いに行くって。あなたは誰？お前は誰だ？君の名は